はい、こんにちは、ロボティクスです。今回はクラブ系定番サウンドの作り方パート2に2ができない今回もですね、リクエストをいただいたものを中心にこんなサウンドを作っていきます。それでは行ってみましょう。はい、それでは行きまーす。まず一つ目が、プープー言っとるやつ。もうなんだこの名前はって感じなんですけど、こんなサウンドですね。ソロにすると、こんな感じです。これなんて言うんでしょうね。リクエストいただいた曲でですね、ロード・オブ・バーミリオンっていうゲーム中に流れる曲らしいんですが、他の曲でもですね、結構ビルドアップなんかで使われる、そんな感じのサウンドになってます。はい。ではまず、ピッチエンベロープをつける。こちら、ノートはですね、こんな感じの。こんな風に打ち込んであります。これがポンポンポンってこの高さから下がってほしいので、まずはこの LF01 をオシレーターへのピッチにアサインします。そして下がってほしいので、マイナス方向にアサインします。アマウントじゃマイナス19とこのぐらいですね。そして LF01 のカーブはこんな感じです。ちょっとこれマイナスなので、天地が逆転してちょっとわかりづらいんですけど、このエンベロープをオンにして、レートはシフォンプです。それと、こんな感じのサウンドになります。ボワって上がって、ここが元のピッチ。で、こうなって下がっていくって感じです。次がフィルターでニュアンス付け。ちょっと今これのっぺりしてるので、ここにフィルターでニュアンスをつけます。MG ローの12、ローパスフィルターですね。これをオンにして、そしてエンベロープ2を使います。こちらをカットオフにアサインします。カットオフの値は 397Hz。アマウント値が53。そしてですね、このアタックを少し遅くしてあります。24。こんな感じですね。ちょっとこう、登るときにボワーってなるんですね。そしてですね、こちらのエンベロープ1のこのボリュームエンベロープなんですが、ここのリリースも少し伸ばしたいと思います。今ですね、ちょっと切れ際がブツッと切れて不自然なので、ここ141。このくらいにして、ちょっとふわーっと切れるようにします。そして最後、エフェクトで派手に。まずディストーションでソフトクリップですね。EQ。これで高音域をちょっと強調して、コンプですね。マルチバンドは入れない感じです。そしてリバーブ。そして最後に OTT です。これで完成になります。はい、次がインパクトスネア。こんなサウンドです。なんかドロップの折り返しとかで使われるインパクトサウンドですね。ではまずスネアにリバーブをかける。元のスネアはこんな感じです。割とピッチが低い方がインパクトが出ますね。ここにリバーブをかけまーす。今回使ったのはこのバルハラヴィンテージバーブですね。まあこれじゃなくても全然 OK なんですけど、この EQ でそのハイカットとかローカットができるとベターですね。オンにすると。で、もっとかけまーす。100%。こんな感じです。で、このままだとちょっともやーっとしたサウンドですよね。なので、ここのミックスの値、これでですね、オートメーションを書きます。こんな感じになってます。最初このアタックの部分がミックスゼロになっていて、このリリースでボワーって上げていく感じです。こんな感じになってます。そして、こちらをですね、OTT などでちょっと潰します。
こんな感じです。そして、お好みで EQ でちょっと調整して、こんな感じです。そして、こうやって作った音をですね、一度オーディオにバウンスします。長さはこのぐらいかな。まあ、これは好みで大丈夫です。はい。そして、ボリュームカーブを調整。これをですね、さらにドーってこう、べったりしたサウンドにしたいんですね。今まだドーンってこう、まだ減衰していくんですけど、これをドーンって感じにします。やり方は、スタジオ1の場合はですね、ゲインエンベロープっていうのがあるので、こちらをオンにします。すると、こんな感じで、ポイントを打つと、こんな感じのカーブが書けるんですね。こうやると、こう波形に反映されて分かりやすいんですが、こんな感じになるんですね。この機能はなくても、まあ、フェーダーで書いても同じ風にはできます。そして、これを使いたい分だけこうやってトリミングして、これで完成です。はい。次がですね、フューチャーハウス系のベース。こんなサウンドです。こちらもリクエストいただいた曲で、レオールさんの十兆ハックって曲のドロップのベースサウンドになります。フューチャーハウス系ね、結構多いその金属的なサウンドになってますね。はい。ではまず FM 系のウェーブテーブルを選択。金属っぽい音を作るのに、FM フロム B とかの組み合わせでもできるんですが、FM 系のこのウェーブテーブルを選ぶというのも結構早くできます。今回はですね、このまさに名前の通り、FM、FM、こちらのウェーブテーブルを選びました。ポジションはもう256、ここですね。こんな感じです。まずはこの LFO を使って、このレベルにアサインします。カーブはこんな感じですね。エンベロープをオンにして、四分音符で。こんな感じのキレのいいサウンドに。で、さらに広がりをつけるために、今回はユニゾーン16まで上げました。で、チューンがこのくらいですね。ここにですね、さらに金属感を加えるためにシンクを選んで、つまみはこの辺、2.59%。その音、これで高い倍音が加わって金属感が増してきます。で、続いてサブベースを足す。このオシレーターで、今回輪郭がちょっと見えてほしいので、三角波を選びました。エフェクトとかはスルーするために、このダイレクトアウトを選びます。そして、この FM のサウンドのですね、ハイをちょっとだけローパスフィルターで抑えました。この A をオンにして、カットオフはこのくらいです。はい。そして、エフェクトで派手に。まずは、このハイパーディメンションですね。これで広がりをちょっとつけて、次がこのコムフィルターです。ミスクの中にある、これですね。これをですね、LFO2 を使って、まあ、こんな感じのカーブ。エンベロープと四分音符。そして、アマウント値が、このくらいです。59。この位置からこう、ボーンって下がってくる感じなんですけど、これ、ローがちょっと強調されるんですね。ちょっとこうパンチが出ますよね。これ結構ワブルベースとかでもやるテクニックなんですが、こういうベースサウンドにはおすすめです。そしておなじみのマルチバンドコンプですね。まあこれで安定って感じですね。そしてリバーブを足します。そしてインサートに OTT をまたかけて、まあ、ダッキングですね。これ今度紹介しようと思ってるプラグインなんですが、ダッキングサイドチェーンでは最強のプラグインです。これなんか広域と低域分けたりできるんですけど、今回は低域の方にこうやってサイドチェーンつけて、広域はアタックが残るようにしました。混ぜて聞くと、これで完成になります。はい、続いてサイトランス系のベース。こんな感じです。かっこいいですね、これ。この曲はですね、真のアブダクションって曲なんですけど、これもリクエストいただいたものなんですが、このセカンドドロップがこういうサイトランスになるんですね。
まあ、余談だけど、一時期なんかダブステップとかミッドテンポで、このセカンドドロップがサイトランスになるみたいな、そんな曲がちょいちょいあった気がします。では、まずタイトなノコギリ派のベースを作ります。まずはこのデフォルトでもいいんですけど、今回はちょっとだけ太くなるように、ベーシックミニ、このテーブルを選びました。これはですね、まずエンベロープで、サスティンがこのぐらい、マイナス14デシベル。で、ディケイが290、このぐらいですね。続いて、フィルターも使ってさらにタイトにします。MG ローの18、ローパスフィルターを使って、カットオフはもうガーンと下げてしまって、レソナンスもちょっと下げ気味ですね。このくらいにして、エンベロープの2を選びます。これをカットオフにアサインして、アマウント値が66。エンベロープの設定は、サスティアモン下げてしまいます。ディケイが324。これで再生すると、こんな、ちょっとテクノっぽい。こんなニュアンスになります。そしてさらにここにサブベースも足しておきましょう。ここにクリック音を足す。今タイトになったんですけども、ちょっとダークで丸いですよね。ここにですね、ブザって感じのクリック音を足していきます。今回はですね、このセラムのノイズオシレーターから最初に入ってるこのアタックキックってやつですね。この39っていうのを選びました。どんなサウンドかというと、こんな音なんですね。ほんとプチって音です。これを足します。で、そしてエフェクトで強調。まずはディストーションですね。こんな感じで、エンベロープ2をまた使って、このドライブ、このアタックでちょっとボンって上がるようにしてあります。続いてコンプレッサー。これマルチバンド入れない方がいい感じですね。そして EQ で、クリック音をちょっとだけこう、強調します。はい、そしてインサートですね。こんな感じにしてます。まず全体にディストーションを軽くかけて、この帯域を分けたマルチバンドで、まずローの方。これはちょっとコンプでタイトにして、今度はこの高い方。ここの帯域だけ。またクリック音を歪ませて、ブチッとこう強調します。そして最後にこのトランジェントシェーパーを使って、このアタックとか、この感じを調整しています。そしてここに OTT をかけて、これで完成です。はい。では最後、ブローステップ系のスクリーチです。このサウンドですね。これを作っていきます。これもリクエストいただいたんですが、もうおなじみのライフパーティーのボンファイアですね。これ懐かしいんですけど、やっぱかっこいいですね、この曲は。はい、ではまずは黄金の組み合わせということなんですけど、ダブステップのベースメイキングは今までもたくさんやってきたんですけど、オシレーターのですね、この組み合わせを探すのが難しいってコメント結構いただくんですね。そこでですね、今回はバブルベースやスクリーチでとても使いやすい黄金のオシレーターの組み合わせというのを紹介します。なんか料理番組みたいですけど。それはですね、ズバリもう映ってますが、このベーシックシェイプスに入っている矩形派と、あとデフォルトのこのノコギリ派です。これをですね、FM from B に設定して、こっちのオシレーター B はシンクを設定しておきます。そしてエフェクトはもういつも通り入れちゃいましょう。マルチバンドと、あとこのチューブですね。まあ、とりあえずもうチューブも全開にしておきます。そしてこの LF01 ですね、トリガーオンにして、4分の1。カーブはとりあえず適当でいいです。いつも通りこのレベルにもアサインして、FM from B。これもまず適当でいいです。で、シンクも適当にアサインします。まあ、このサブベースも入れておきましょう。こんな感じで再生すると、こんな感じなんですね。他の FM from B の値とか、あとはこのオシレーター B のオクターブとかですね。これでですね、かなり多様な、多彩な、サウンドが結構できちゃうんですね。こんな感じで、さらに、ここにフィルターとか足すと、これもいつものノリでアサインして、こんな感じとか、あとはこのバンドとか、こんなやつとか。
は上げてくと結構スクリーチ寄りになりますね。あとはなんかうがうが言わせたかったら、このハイピークとか選んで、これ下げると。こんな感じで。この組み合わせとフィルターの種類ですね。ここら辺でですね、かなりいろんなサウンドに対応できるので、まあ、なかなかこのアグレッシブなサウンドを作る取っかかりができないっていう方は、まずこのオシレーターの組み合わせにいろんなフィルターをかけてみるみたいのをやってみるのもおすすめです。はい、というわけで今回はこんな感じのセッティングです。ここはまあモジュレーションしてないんですけどね、この止まったままで、シンクだけこの LFO で動かしてます。で、エフェクトはもうおなじみですね。ハイパーディメンション、チューブディストーション、マルチバンドを入れて、そして EQ で、このハイの部分だけ、音が出た時に、強調されるようにモジュレーションしています。で、まあ OTT ですね。これで完成です。そして、レートなどでフレーズを増やす。まず頭のやつですね。これは同じ設定なんですけど、このレートだけ四分音符にしてあったりとか、あとはこの音ですね。この低いやつは、このオクターブですね。オシレーター B のオクターブを一個下げると、こんな感じになるんですね。こういうのを組み合わせて、こんな感じになります。はい、今回はここまでになります。お疲れ様でした。今後もですね、トラックメイクに役立つ動画をアップしていきます。参考になったよという方は高評価ボタンを、そしてチャンネル登録ぜひお願いします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。